はい、皆さんこんにちは。大学受験の起業会の加藤です。ちは、力なり。はい、今日もこれをやっておきましょう。さて、本日撮影日です。5月7日の金曜日、保護者さんのための大学受験講座の4つ目ということで、こういうご相談いただくことよくあります。私は、子供が行きたいという大学に行かせてあげたいと思っておりますっていうふうに、保護者さんから素直に言っていただく、方っていらっしゃいます。で、究極言いますけど、それってダメですよっていうことを私からお話ししてみたいと思います。何がどうダメなのかっていうふうに言うと、この発言の根本にある部分っていうのを保護者さん、ちょっとね、心の痛む話を私するかもしれませんが、一つずつよーく聞いてもらいたいと思います。それから、高校生のみんな、上げ足取られてるよってことを分かっておいてもらうといいなって思うので、私の話右側でまとめていきたいと思います。じゃあ早速行きましょうか。この発言の根本っていうのは、その親さんが大学進学するっていう意味を理解していない場合が多いんです。地域柄、田舎の公立普通科の高校に進学をしてる生徒さんだと、うちの高校普通科だから、まあ就職はしないから大学へ行くんだと思います。だから、なぜ大学へ行くんですか？うちの息子普通科に進学したからっていうめちゃくちゃな理由っていうのはあると思うんですよ。今のがめちゃくちゃな理由っていうことって分かっておいていただくといいんですよね。進学校っていうのは就職しますっていうことを主とはしませんっていうくくりのもの全てのことを進学校というふうに言います。だから進学って、大学とは限らないんですよ。専門学校とか、まあいろんなものあります。なので普通科行ったら大学行くっていうことも必ずしもイコールではないのに、そういうもんかなっていうふうにふんわり構えててしまっている。知識がなさすぎるって言うんですよね。そのせいで息子がじゃああんたは大学ぐらい行くんだろう？どこ行く？ここなの？わかんないからいいよっていうふうに返しちゃってませんか？と今の話にドキッとされた方いませんか？はい。で、2点目。親が大学入試の仕組みを理解してないよっていうふうに言います。よくあります。あの大学は偏差値65だから、頭のいい大学とかいうふうに言いますが、これね、別の動画で撮ろうと思ってるんですけど、数字は確かに事実です。何かの分析をかけた結果、偏差値65っていうような数字が出てくるとか、入試ランクが高いっていうようなことが出てくるってことはあります。ただし、その数字は嘘をつきませんが、数字を使って物事をアピールしてくるっていう人間だったり、組織だったり会社っていうのは大概嘘つきます。で、そこの嘘って見抜く能力って持ってますかっていうふうに言います。大学入試でいろんなことありますからね。私あんまり言うとね、多分ね、チャンネルバンされたりとか、どっかの大学から直接苦情来ると思うんで、個別には控えさせていただきますが、数字は嘘をつきませんが、数字を使って説得を試みる人間っていうのは、嘘つきが混じってるよってことは、よく知ってないといけないんですよね。ここで、かつて、うちの塾生の、進路決定をする際にあった例っていうのをちょっと名前を伏せながら紹介してみたいと思います。高校3年生なりたての、男の子で、何大学行きたいのっていう風に聞いてみたら、まあ、名前を伏せておきましょう。愛知県内の A 大学っていう風にしておこうと思います。該当するとこいっぱいあるんでわかんないのでいいですよね。で、その A 大学の経営学部、かっこ私立大学ってとこ行きたいですっていう風に言ってくれたんです。で、個人的には、っていう風に思ったんですよ。この大学を第一志望っていう風に言ってくることって、あれっていう風に。で、なんでここがいいのっていう風に聞いてみたら、だって、駅が近くて岐阜から通いやすいからっていう風に言うと。まあ、交通アクセスがいいっていうのは判断の材料としては重要になるかもしれませんよね。で、このどちらかの条件に当てはまるようなことを言う子っています。ね、建物が新築で綺麗だった。または学部が新設で新しいことやってみたいとかいうふうに言う子いると思います。私ね、この2つ言い出す子ってね、全否定します。新築の建物は劣化します。で、新設の学部っていうのは何やってくれるか全くわかんないし、入って得する、出て得するって本当に担保されていないようなところに自分の人生を突っ込むってことをするんですよね。ほんまにええのかってことは私、徹底的に学部研究させますから、こういうこと言い出したらちょっと怖いなっていうふうに親さんブレーキかけてやってください。ね。で、それから、オープンキャンパス行ってみてよかった。だから僕この学校行きたいですっていう判断材料を持ってくる子って、ブレーキかけてやってください。本当にかっていう。簡単に言えば、オープンキャンパスって、いわゆる結婚する前に相手とお見合いしてるっていう、たったそれだけなんですよね。お見合いの席って当然ですけど、自分と相対する相手に向けて、自分のことって、普段よりも 150% から 200% 増しぐらいで着飾るでしょ、盛るでしょ。そうですよね。普段のね、姿なんか絶対見せたいじゃないですか。部屋が散らかってるとか、仕事から帰ってきて自宅に帰ったら、ね、ほぼ全裸に近いような形でお父さんがうろうろしてるみたいな、そんなとこを見せるオープンキャンパスなんかあるわけないじゃないですか。だから、綺麗なところしか見せません。いいところしか見せません。悪いところは全部徹底的に隠してますから、いいと思ったっていうに決まってるんです。いいと思うように見せてるものを見て、悪いと思ったらそもそもその程度の大学ですから、行きたいとは言いませんから。だからオープンキャンバスでいいと思ったっていうのって何の材料にもなんないってことはよく覚えておいてください。それから、クラスの仲のいい〇〇くんも受ける予定。これ一番ダメだっていうふうに言っておきます。まず何なのかっていうと、このクラスの〇〇くんっていうのと自分っていうのは本当に学力同じですか？仮にですけど、クラスの〇〇くんっていう学力レベルと自分っていうのがこのぐらい学力差があるにもかかわらず、自分と彼と同じ大学行く。本当にそれでいいんでしょうかっていうことって生じます。で、もう一つ、同じこと、同じ学部、同じ学科を受けようっていうことをすると、仮にですけど片方が受かって片方受かんなかったっていうふうに一生の遺恨が残る場合があります。そんな不幸せなことないですからやめた方がいいです。一緒にメルメル受けて一緒に合格しようって合格可能性を引き下げているだけですからね、ほんとやめた方がいいです。今回この例がなんでダメだったかっていうもっと具体を挙げてみると、ポイントこれなんですよ。私立の経営学部だからっていうことがあります。で、私立の経営学部が良くないんですかっていうふうにおっしゃる方いると思うんですが、そうではないんですよ。だって、私立大学で経営学部を置いてる大学なんて、愛知、岐阜、三重、もうこの辺り考えたり、または、京都、大阪だったり、東京あたりなんか行くともうね、吐いて捨てるほどっていうと失礼ですけど、めちゃくちゃたくさんあるんですよ。大学の入試ランクの刻みで言えばかなり細かくあります。偏差値ランクが2ずつぐらいの差で、ミルフィーユのようにこう差が出てるってところってあります。で、正直言いますけど、どこの大学出たって、大学で学べることって大差なんかないです。ね。で、じゃあ、そう、大学なんて学べること大差がないのに、入試ランクがちょっと違ってるねと。何の差ですかって言われたら、就職するときにネームバリューの聞く気がないです。だから、経営学部、かっこ私立で進学したいですってことであれば、無理してでも上の大学を受験して、無理してでもたまたまラッキーで入っちゃう。だったりとか、指定校推薦で入っちゃうとか、そういうことをして、大学のネームバリューにおんぶに抱っこっていう風にしてもらった方が、お子さんの人生、得はすると思います。で、自分でいらない努力ってしなくていいです。大学っていうネームバリュー、もらって、就職っていけるから、それはいいじゃないですか。もう一度聞きますけど、あなたのお子さんって、そこまでのことを分かってこの大学選んできてますか？あなたのお子さんが大学に入って勉強したいっていうことは、比較的どこでも勉強できますと。比較的どこでも勉強できるような学部学科の選択をする子であれば、まあ正直言えば入試ランク高いところへ行った方が学べることの充実にもつながりますし、出て行った後の就職にも有利です。そこまでを考慮してないですよね、全然。全然考慮してないですね。そのこと一切考慮してないのに、子供さんが何々大学行きたいんですっていう風に言ってきて、じゃあそれでいいやっていう風に結論出していいでしょうかね。正直言えば私は大学選ぶ時って入試ランクこれぐらいだから受けてみましょうってことを言うんじゃなくって、入って得するかどうか、入ってから、やりたい勉強ができるかどうかっていう判断軸で選んでもらうのが一番得するという風に考えるんですよね。今の判断軸でお子さんってこの大学選んできたかなっていうことだけは、ちょっと大学のことってよくわかんないので、なんともっていうふうに言う保護者さんいらっしゃったとしても、絶対に確認をしてみてください。その上で何かあやふやな点があるんだったら、もう一回学校の進路の先生だったりとか、私のような塾予備校、大学の選び方に関して詳しい人間と一緒に知識のすり合わせっていうのはやってもらった方がいいと思います。お子さんの一生に関わることなんで、この辺の情報っていうのは、情報収集と正確な分析っていうのを惜しまずやってもらうといいなというふうに思います。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画役に立ったよっていうふうに思ってくださった方、グッドボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画もお楽しみになさってください。